マトラ MS10 は、マトラインターナショナルが1968年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。V12 エンジンを搭載した姉妹車の MS11 と同じく、マトラが製作した初のフォーミュラ1専用車であり、1968年に参照を上げた。ジャッキー・スチュワートは、ドライバーズランキング3位となり、 マトラインターナショナルもコンストラクターズランキング3位となった。フォーミュラ2で成功した後、マトラは独自の V12 エンジンを搭載した、イチカーを開発した。しかし、フォーミュラ2チームを運営していたケンティレルは、1967年シーズンのコスアース DFV エンジンのパフォーマンスに感銘を受け、マトラに対して DFV を搭載した車を開発するよう説得した。 結局、マトラスポールは V12 エンジンを搭載した MS11 をワークスチームでエントリーさせ、ティリルには V8 エンジンを搭載した MS10 をマトラインターナショナルとしてエントリーさせた。MS10 の最も革新的な特徴は航空機にインスパイアされた構造の燃料タンクを搭載したことであった。これにより、シャシーは約 15kg 軽くなり、競合車よりも さらに強力になった。FIA はゴム製のバックタンクを使用した、この技術が安全ではないと考え、1970年に禁止した。ジャッキー・スチュワートは BRM で2年間目立った成績を上げられず、1968年にティレルのホーミュラ・にマトラチームに移籍、下一マシンを走らせることとなった。しかし開幕戦の南アフリカでは、暫定車両の MS 級で、 出場、予選では3番手と印象的な結果を出したが、決勝はエンジントラブルのため、リタイアとなった。スチュワートは、その後、腹まで行われた、会にレースで手首を負傷したため、スペイングランプリには、ジャンピエール・ベルトワーズが代役として出場、MS10 をデビューさせた。ベルトワーズは、ファステストラップを記録し、5位となった。第3戦モナコで、ベルトワーズは、 MS-11 に乗り換え、MS-10 は、ジョニー・セルボイコー・ル・ュギアンがドライブした。スチュワートは回復すると、シーズン残りで、MS-10 をドライブした。シーズンが進むにつれ、チームは、エアロフォイルの、ウィングの装着を実験した。例えば、イタリアとアメリカでは、スチュワートは、高い位置にマウントしたウィングを装着した、MS-10 をドライブした。このようなハイマウントウィングは、 ロータスのドライバーが1969年スペイングランプリで、ウィングの支柱が折れるという事故にあった後に禁止された。1969年南アフリカグランプリで、MS10 は2つのハイウィングを装着し、1つは、車体前方、もう1つは、リアサスペンション後方に取り付けられた。その他のレースでは、低いウィングが取り付けられた。2台目の MS10 はシーズン後半に製造され、 ジョニー・セルボイコール・ギアバンがドライブした。スチュワートはこの年、3勝を挙げこの他にも、ノンタイトル戦のインターナショナルゴールドカップにも勝利し、ランキング3位となった。同様に、マトライ・インターナショナルもコンストラクターズランキング3位となった。1969年の開幕戦南アフリカで、スチュワートは優勝し、 その後、ノンタイトル戦の BRDC インターナショナルトロフィーで3位となった。あと、MS10 は MS80 にとって変わられた。1968年のコンストラクターズランキングで、マトラ・フォードは3位、マトラは9位となった。2969年シーズンは9ポイントを、MS10、残りのポイントは MS80 が獲得した。1スチュアートは MS80 で、 ポールポジションを獲得したが、決勝は MS10 を使用した。1MS10 は1969年シーズンは1000のみで使用され、その後は MS80 が使用された。ありがとうございます。